皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンライン影の実力者になりたくてコラボやっていると思います。さあ今回やっていくと2回さ中二病の青鬼から逃げていくぞ。レッツゴー。なんだ？格子扉を開けて鍵を獲得。中二病鬼に注意しながら扉から脱出しようということで、今回は何だろう、歩いてって鍵を集めてってまたスタート位置に戻るっていうパターンが多いのかな、結構。で、なんか展開的に、これはどうなる？ほう。格子扉が必要だから、どっかしらにスイッチが必要か。なるほど。これもまた初見殺し感があるね。一応50秒ぐらいあるんだけど、スイッチ的なサムシングはあるかな？これでどうだ？で、これで各階に1個ずつこの扉があるって感じかな。はいよ、これで、1つ目。で、残り3つ。さあ、こっからはカレーできたよって言ってて。やっぱカレーできたよって言うとね、いいよね。やっぱり、昨夜のね、お母さんがね、出てってね。カレーできたわよーって。てか、夕ご飯できたわよーみたいなね。そんな感じを懐かしむ、やっちゃんでございますけども。さあ、やっていくぞ。そろそろ、青鬼が1体。中二病が出てきたぞ。どんな速さかな。そこまで速くなければいいんだけど。あ、来たね。来いよ。おら。さあ、正面から受け入れ、どこ行くのよ。どこ行くのよ。待てよ。どこ行ったんだよ。こっち行っちゃったよ。どこ行ったんだよ、本当にマジで。いや、怖え。いや、マジでね、このパターンね、あれなんですよ。どっかにね、突っかかってるパターンなんですよ。なんか向こうにいたね。やだ、これ出てったら目の前にいるっていうのがよくあるパターンなんですよね。さあ、行くよ。はい。あ、まだ OK。大丈夫。いいよ、これで。大丈夫。どこ行くんだって、だから。どこ行くんだよ。青鬼、どこ行くんだお前は。なんだ、これパトロールタイプなのか？違うよな。どうしたんだよ。青鬼どうしたんだ。もうなんか中二病だから、もうなんか俺はこの社会に、なんつうの？このなんか、くそったれな、この現実から目を背けたいみたいな感じでどっか行ってんのか？で、そして、もう最後の扉がどこだ？上か？下か？で、こう扉だよね。そこ上行って、下行って、で、そうだよね。で、こっち行って、ここ行って、こっちにもなかったもんね。オッケー。で、ここ行ってって、この子はちゃんと追ってる中二病だね。さて、あとじゃあなんか、方向的にはこっちかな？どうだ？ああ、なんでやー！ いやー、分かってた。分かってたよ。いや、でもさ、ちょっと希望を持っちゃうじゃん、やっぱり。これだけアップデートしててさ、いろんなステージ出てたらさ、あんなこともう、まさか、ならないよな、って思うじゃん？ くそー。やったよ、この青鬼あるある。本当に角待ちしてる青鬼っていうね。やめてくれよ、本当に。いや、てかね、もう青鬼が出てきて、俺のことを追わなくなったら、もうなんか、どっかでね、角待ちしてるんですよ。どっかの階段の下とか、そのステージの変わり目でね、角待ちされてるんですよ。もう、青鬼ってそういうゲームだから、本当に。でも、やっぱりさ、このゲームをやってる身としては、やっぱり、希望を抱いちゃうわけよ。あ、今回はちょっと、ウームさん。さすがに大丈夫だよねっていう期待をやってるんだけど、見事に打ち砕かれたね。さあ、でもこれで4つスイッチをゲットしたから、これで4ついけるはず。ただ、これで今どっかからこうやって来て、突っかかる可能性が特大なので、ちょっとこっち行っていくよ。これででもさ、
デフォルトでそこの通せん棒されてるような感じだったらもう俺打つ手ないよね。だってそうだよね、1体目がいるのに、体目がいるのに、 OK、 大丈夫、まだ大丈夫、 OK、 ここからゆっくりいってるよ。ああ、いただきました。どこ行くのよ、青に行かないでよ、帰ってきてよ、バトンタッチしないでよ、今日のシフト終わりましたって感じで向こう行かないでよ、頼むよ。さあ、そんなことしてる間に3体目が来ちゃうから、俺はもうさっさと行くよ。ただ、これ、行った帰りにも、これ、いる可能性が特大だから、いやー、ちょっと心配だな。それともこれです。3体目が解放される前に行かなくちゃいけない系？そんななんかタイムアタック系なのがあるのかな？さあ3体目出てきて。すぐ行く。OK。ナイス。よし、これでもう OK だ。やーぶねー。このトラップに引っかかんない。このやっと、おう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 。さあ大丈夫か？早く来いよ。さあ来いよ。さあ来いよ、青鬼。かかってこいよ。さあ2体とチェイスだ。よし、クリア、オッケー。させないよ。もうさせないよ。オッケー、よかった。いや、本当にもうね、これね、割とね、この動画でスムーズにやってるけど、マジ内心俺バックバックしてたから、俺。オッケー、じゃあ2回はここまで。次回3回もね、この待ち伏せ青鬼がないように、ちょっと心から祈っております。ぜひぜひ期待しててください。何をだ。さあ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。